機会社の社長、小川昌司容疑者59歳です。取り囲んでいるのは東京地検特捜部と東京国税局の係官。小川容疑者には不正に消費税の還付を受けていた疑いが持たれていたのです。すると交差点を曲がった直後でした。男が走って逃げました。小川容疑者が逃走したのです。今車道を走って逃げていきます。しかし、すぐに追いつかれ、苛立つ様子も。警察どうする？カメラ話してから。ダメです。今話せない。そして今東京地検特捜部の係官と男が自宅へ入ります。この後逮捕された小川容疑者、容疑は消費税法違反。特捜部などによりますと、小川容疑者と従業員一人は金塊を香港に輸出したように装って、不正に消費税およそ6100万円の還付を受けるなどした疑いが持たれています。不正に消費税の還付を受ける、その手口とは。強引に係官らを振り切ろうと歩き始めました。貿易会社の社長、小川昌司。